秀吉は、それぞれ尾張の要衝に陣を構えて大軍に連れが、大奥は敵から攻め落ちながら、家康の本国、三河を奇襲すべく兵を集めた。何だ、吉田の秀吉様の盾じゃ。吉野岡崎城が西を受ければ、松田の家康が。江戸城に進めよ、進むぞ。秀次様の部隊の一人に、大体が一言に進めておる。心強い一方じゃ。 奇襲の武器を成した家康の奇襲部隊は惨敗を喫した。そのうち秀吉は信雄と講和を結び、家康は豊臣政権の有力メンバーとして取り込まれることとなった。